皆さんもよくご存知の佐賀の七賢人。中でも私が特に興味を惹かれるのは、誰もが知っているこの人、大隈重信です。すごく大きいでしょう。明治時代の男性の平均身長はちょうど私くらい、160センチもなかったと言われているんですが、なんと大隈重信は180センチもあったそうですよ。やることも大きかったんですが、背も特大サイズだったんですね。ではそんな大隈重信の魅力を探る旅にご案内しましょう。大隈記念館は昭和41年、大隈重信の生誕125年を記念して建設されました。設計は早稲田大学名誉教授の今井健二さん。今井さんはスペインの建築家アントニー・ガウディを日本に紹介したことで知られ、館内にもガウディの影響が見て取れます。大隈記念館に隣接する大隈重信の生家。ここは天保以前の武家屋敷の面影を残した大変貴重なもの。2階にある勉強部屋は、大隈重信が藩校報道館に入学する際、母が増築したものです。大隈少年は勉強中眠くなると、この梁に頭をぶつけ眠気を覚ましたといいます。てこれは眠気も覚めますね。その他にも佐賀市内にはそんな大隈重信ゆかりの地が数多くあります。これが大隈重信が愛した鶴屋の丸ボーロです。しっとりと柔らかくて優しい甘さです。日本を動かし激動の時代を生きた大隈重信。今日は少ししかご紹介できませんでしたが、その偉大な足跡を皆さんもたどってみませんか。